日本人が作って日本人に向けたタイトルですから、ワールドワイドに向けたタイトルの魅力も面白いものがあるんですけど、特に大人の日本人に向けたものっていうのはそれまでなかったので、その、まあ、マーケットに強く伝わるものであってほしいということをすごいこだわった気がします。はい、まあ僕もそういうコンセプトを最初にもらって、まあだから一番言えるのは、今の自分たちが作ってて楽しいかっていうのも同意だと思うんですよね。日本の大人たちが純粋に本当に楽しめるゲームって何なんだろうって考えた時に、じゃあ自分も面白いと思えるものっていうのが一つの、まあ、ブレない基準になるんで、そういう意味ではすごく迷うことなく作れるっていうのは一個あるんですけど、でもそれはいつもヤクザ5に至るまでずっと自分自身自問して作ってますんで、こだわってるポイントではありますね。乾杯。乾杯。 Can you tell us a little bit about the story of Yakuza 5 and your team and how they crafted the story behind it? 日本が舞台なので、日本のいわゆるメジャーな都市を5つ舞台にしながら、メインの主人公は相変わらずシリーズを通して桐生一馬という人間がいるんですけど、他にも4人のプレイヤーが扱えるプレイヤーを増やして、まあ一言で短くはできないで、まあシステムとして概要としてはそういうものがドラマになっています。シリーズで初めて女性の主人公を入れたんですね、5は。あの沢村遥って1の時から、龍がヤクザの1作目から出てるヒロインなんですけど、その彼女の、まあ、選んだ道というかのが5全体のストーリーテーマで夢っていうのがあるんですけど、その夢を追いかけた人間たちの行く末はみたいな、それぞれの主人公たちの一番夢という要素を追いかけた、主人公がその沢村遥という女性になっていて、その彼女を中心に4人の男たちがどうなっていくかっていうのがストーリーの軸になっているので、まあ、そういうテーマを意識しながらすごくストーリーを作っていったっていうのはあるんですよ。それは珍しいアプローチでしたね、今までのシリーズの中では。So now we're going to ask some questions from Twitter that you guys sent us through the hashtag Yakuza5PS campaign. So the first Twitter question comes from @LegendOfAlchemy. When you guys created the Yakuza franchise, what was the general idea behind creating a game about organized crime? まあモチーフに強い思いがあったというよりは、まあ日本で、まあまた世界でと言ってもいいんですけど、まあそういうモチーフをゲームに取り込んだことがなかったので、まあ、そういう意味では非常にオリジナリティあふれてユニークなドラマが作れるという、まあ、自信があったというか、まあ、一つの自分なりに発見ができたと、強い自信があったので、まあ、それはぜひゲームにしたいなということで、実際のゲームプロジェクトが立ち上がったということです。This next Twitter question comes from @YEO1810. Yakuza 5 features 5 different cities to explore.How did you decide which characters fit within which city, and did that change at all during the development process? 5つの都市を舞台にしたいっていうのは一つ最初にあって、それと別にシナリオっていうものは、まあ、キャラクターがいるというよりは、キャラクターと街のマッチングからも、ものは考えていかないので、まず5つの街が舞台になっている、そして面白いドラマがあるっていう結果、キャラクターが最後に自動的に収まっていくような感じだから、エピソードありきで作ってるので、例えば桐生一馬が、まあ、ゲームの冒頭第一章でタクシードライバーって職業になってると、でそのタクシードライバーが東京から彼は離れるために東京とか沖縄に住んでたんですけど、そこから離れるために誰も知らない場所でタクシー運転手になってる必要がある、今度土地勘とのつながりとか組織のつながりとかバックボーンを考えると福岡がベストでしたみたいな、そういう繋がり方なんで、あくまでもキャラクターのそのバックボーン、ストーリーがあった上でどの町にどの主人公が行くとかはハマってったって感じ。 Guys, thank you so much. We'll be back soon with more information into the development of Yakuza 5. PlayStation